どうもエンドティーミナエンドです。まず皆さんに謝らなければいけないことがありましてですね、あのゴールデングランプリが最後の動画となってしまってました。3週間4週間ほど動画をお休みさせていただきまして申し訳ございませんでした。でね、ゴールデングランプリ10秒51で予選敗退ということで、まあなかなか落ち込んだな。あの動画見てくれた人はわかるかもしんないんですけど、まあこの3週間ちょっとプチ冬季練習みたいなことしてて、で1週間調整して本日6月9日日本選手権5戦目ということで日本選手権を迎えることになりました。まあ調子といたしましてはなかなか悪くはないけど、まあ前の試合が10秒51やから心のどっかでちょっとだけ不安みたいな。だから結構この今日の予選が気持ち作りというか、いいタイム出してよし、あ、俺今日調子いいって思いたい。今日はちょっと気合入りすぎちゃってですね、皆さん見てください。マックスフライと一緒に寝ちゃいました。実はね、このマックスフライ新品なんですよ。頑張ろうね、今日はね、一緒にね。早速朝ごはん食べていきたいと。あれです。筑波大学、福澤とは予選3組です。